皆さんおはようございます。ペンジ満載です。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。今日は4年生常用漢字の例題の例たとえですね、説明をしていきます。まず今日の字のポイントとしては、珍しくほとんど正方形に当てはまりますね。ちょっとはみ出ておりますが、ほとんど正方形ですね。でもしこの字を書くときにいつも字が右に行っちゃいますとか左に行っちゃいますという人は、裏技でまず真ん中の字が上下左右ともに中心なので、これを先に真ん中に書いてから両サイド書いてください。そうすると真ん中が取れると思います。それでは1画目から、一番右側の字より少し下がったところですね。少しだけです。一度反対側に押さえてのの字で、のの字くっつけて斜めに押さえてまっすぐで、最後の3番目の字よりは少し足が浮いてるような状態です。で続いて人弁より頭下がってふっくら右上がり、今書いた横線の真ん中からのの字降りていって、そのまま上右上がりして、でのの字ですね。でここの角ですが、少し右上がり行き過ぎて同じ道を戻るようにして少しツンとさせるとかっこよくなります。さりげなくやってくださいね。やりすぎるとかっこ悪くなります。で今書いたのの字の長さの真ん中よりも少し上にこの斜め押さえ書いてくださいね。はい、下に行き過ぎず上に行き過ぎずのところです。で続いて今書いた横線より少し下がったところ、斜めに押さえてまっすぐ短い線ですね。で続いて人弁よりも少し高い位置からぐっとここしっかり押さえた方がいいと思います。しっかり押さえてまっすぐ行って45度ぐらいでしょうか。かっこよく跳ねてくださいね。でこの跳ねる位置は人弁よりも少し低い位置です。はい、ここはだいぶ宙に浮いておりますですかね。このずらし方覚えておいてくださいね。はい、それでは書いてみます。ぐっと反対側に押さえて布を斜めに押さえてまっすぐで、人弁から下がったやつですね。ふっくら右上がり、そのまま右上がり、のの字押さえる、斜めに押さえてまっすぐ、押さえてまっすぐで跳ねると。はい、もう一度いきます。ふっと押さえてのの字、斜めに押さえてまっすぐ、少し頭下がってふっくら右上がり、のの字そのまま右上がり、そのままのの字押さえる、少し下がった位置、だいぶ高い位置、押さえてまっすぐで跳ねると。はい、こんな感じですね。真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。